この試合の前にはジクサ東京の10番の小室大地選手の引退が発表されましたね。そうですね、人柄としてもアスリートとしても素晴らしい選手なので、はい、やっぱり残り少ない時間かもしれないですけど、どんなプレーしてくれるかっていうのすごく楽しみですね。はい、3月30日の大道特殊高戦がラストゲーム、そしてホームゲームが2月21日の豊田合成戦がラストです、まあ、この試合で引退セレモニーを行うということです。涌永1点リードです。上がりへ、おー、この人に行く、あー強い、いいですね、上がり選手、今日久しぶりのスタメンなのから気入ってるんじゃないですか、やっぱり、はい、稲毛、あ、カットする、ここは志田の素晴らしい対応、大外でコーマーメン呼んでいる、そしてここが見えていた志田のパス、あ、そしてコーマーメンです。いやいや、自覚スピンと先週も日曜日もやりましたけどナイスプレーです、志田選手今自分のミス取り返しましたね、カットして、はい、玉川が呼んでいる、そこにスペースを作るというところ、コーマー中央に残る、玉川にピボットパス、これが繋がってシュートまで行く、強い、いいですね、玉川選手の、はい、ここはさすがの強さを見せます。左からカバー、ナイスプレー、キアス受ける、あ、志田選手、ここも志田のディフェンスです。志田選手いいですね、今日かなりディフェンスいいです、はい、と矢田です。上がりへ戻す元木、中に入ってくる、いや、元木選手ナイス、ここもしっかりと打ち切ります。元木ロキ遠慮に入る、ボールこぼれた、チャンス、ここは橋本のディフェンスから持ち上がる、橋本が呼んでいる、フリーで待っている、ボール受けて決め切ります。いやー、ナイス、いいですね、ジック、あー、ここつかさずタイムアウトですね、川原監督、ピボットに落とせ、これはキーパーがまだ戻っていません、玉川のシュートです、ナイスカットですね、いや、これちょっと涌永がここベイグに対しては後藤が強くいく、そこをうまく通した細川のループ、いや、小山選手落ち着いてますね、今サイドのパス、ナイスプレーです。内側入ってベイグ、ここもうまく反して、これスタヤが残った、シュートができた、いや、ナイスキャッチですね、はい、あ、これはするかっていうところは小山ステップシュート、いや、得意技出ましたね、小山選手、はい、フェイントすると見せてステップシュート、あれ日本で小山選手しか打てないと思うので、あ、そうですか、うん、前半終わって18対14ジークスター東京がリードしています。ジークとしてはですね、やはり最後の決定的なところがですね、伊藤選手に、はい、取られてしまっていてですね、ちょっとリズム乗れてないかなと思うんですが、その中でもですね、ディフェンスしっかり粘って、まあ、4点差で追われているというところはすごく大きいんじゃないでしょうか、はい、あ、涌永ディフェンスシステム変えてきましたね、スリーツーワンですね、はい、先頭に24番のネロメが入ってきています。2点差まで進めています。秋田方、涌永ハンドボールクラブ、元木、そして志田、うわー、今度はうまくつきました、志田選手いいです、素晴らしい勝利です。中村君則、カバー、タイミングずらしましたが矢村が反応、回収したのは志田、そして突破を図る、あー、ただコース押しミスの素晴らしい回収、逆速攻の形、ここは3対3の状況、川上打つ、ナイスキーパー、矢村選手今チップ救いましたね、久保選手多分あそこからまた自分のポジションに戻ると思います。少しディフェンス、ナイスプレー、サンキュー取りながら、あー、コンマミン戻ると見せて、戻らなかったですね、はい、うまく中間ポジションに入ってフリーで受けました、ね、戻してカットもかます、そして福田のループ、カーバー決めていました、矢村、お互いゴールキーパーいいですね、はい、中村翼さんです、中村君緑がついています、パスを飛ばしてコマミン、あー、決めきった、コーマ選手の今のサイドシュート強烈ですね、はい、逆をついた、稲毛です、 いいです、リバウンド涌永、左に振った、そしてネロメかわしきった、1点差です。シュートが入らなかったときにしろ、今逆速攻で結構やられてしまっているので、はい、そこをしっかりみんなで戻ろうというところをもう一回徹底するんじゃないでしょうか、はい、中村翼一枚飛ばして元木、いや、元木選手肩、ここはさすがの元木です、さすがですね、元木選手、はい、わ、やだ、ボールこぼれて軸差速攻になる、コーマーミン、ここは一人で行く、決め切りました、コーマーミン5点目、そして涌永タイムアウトです、ナイスプレー、はい、大きな1点ですね、苦しい中で守って速攻出たので、はい、1枚剥がして稲毛ターンして、ここはオフェンスのチャージを取りました、走り出していた中村翼
ラストバース玉川スカイ、いやーよく取りましたね、よくキープしました。中村も少しボールコントロール難しいところでしたが、ナイスビッグプレーですね今の、はい、これはナイスプレーが生まれました。このパスもずれました。逆に戻ってきた元木、いやビッグプレーですねこれ、ナイスインターセプトです。いや今のこれ試合を分ける1点かもしれないと、ジークとしてはあの不本意なパスミスだった中ですね、逆速攻やられる瞬間にですね元木選手があのマイボールにキープしたっていうのはなかったことにしたというのはすごく大きなプレーだと思います。速攻走る、斜めに走った稲毛、ああここも元木です、ね、よく戻りました。小山、中村翼、そしてベイガダムユキ、ナイスプレー流れてインサイダー、もう一回元木だ、いいですね、ナイスプレーですね。引退を表明している小室大輝です。割り込んでベイグ、メロメが捕まえるか、かわしきったベイグ、さすがですね、はい、はい、そしてここで試合終了、32対28、勝利を収めたのはジークスター東京です。後半の立ち上がり、枠長がですね勢いに乗ってです、追いつきそうになったところですね、ジークの元木選手だったり、はい、確かに落ち着いてですね、決めたという、引かれなかった、逆転されなかったっていうのはすごく大きなところではないかなと思います。